残念バレちゃったか。何を隠そう、今日の可愛い依頼人の正体は他でもないこのムツキちゃんなのでした。考えても見てよ先生、そもそも便利屋の依頼を私一人で解決しに行くわけないじゃん。どうだった先生、私のいたずらほぼ完璧だったでしょ。なーに先生その間抜けな顔、ウケる。今日は先生といろんなことしたね。クレープ食べて、遊園地にも行って、あ、図書館では共犯にもなっちゃったし。はあ、最後まで完璧に騙せると思ったのに、残念だな。でも今度は絶対に最後まで騙し通してみせるから、楽しみにしといてね。今日はほんと楽しかった。